どうもしげしげです。本日も無課金サブサブアカコラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はちょっとだいぶこのアカウントに限ったなんかコアな話になるんですけど、このアカウントコラボキャラ禁止でずっとやっております。そしてこのワンピースコラボ終わりそうなタイミングで、このワンピースコラボを完全にスルーしてどう変わったかっていうところを紹介していきたいと思います。まず魔法石に関してなんですけど、見てください、あの240個溜まっております。ユーザー情報購入履歴無料配布分240個、これはワンピースコラボ始まる直前に魔法石5個のゴッドフェスが来てたんですけど、そこで全部使い果たしてるはずなので、シンプルにまあ何個かはちょっとねやってなかったダンジョンとかもあるので、誤差はあると思うんですけど、まあ240個ぐらいは配布されてるというのがこの結果を見て取れるのかなと思います。テクニカルはクリアした状態だったので、あの85個とかね含めずに240個もらってるはずなんですよね。うん、っていうのがあって、そこにさらに、ワンピースコラボガチャですよね、無料分が6連届いてまして、その中には星7確定ガチャもありますと。まあコラボキャラ禁止アカウントなんで、これ全部引いてね売却してモンポにしたいと思うんですけど、モンポもいくつ手に入るのかっていうのを今からやっていきたいと思います。いやまあこれ誰の参考になるのっていう話なんですけど、まあ結構ね皆さんこの期間中ワンピースコラボはやっぱり優秀なキャラ多かったんで、石溜まるたび引いてた方もぶっちゃけいると思うんですよ。まあこういうね、ガチャもらえた時はその瞬間引くのはもちろんだと思うんですけど、はい、あーいい感じに図鑑埋まっていくね。ジンベエスモーカーときて、まあワンピースコラボキャラねめちゃめちゃ強いから正直欲しいけどね。まあでもコラボキャラ禁止でやってるので、うーわマジかよ、カタクリ出たんだけど。カタクリあのマジであのメインアカウント今カタクリだけ難民で、他のキャラ全然3、4体いや5、6体いたりするんですよね。ちょっとやべえわ、明日どうしようかな。カタクリカタクリマジかー。なんでこのアカウントで出んの、マジか。すいません話がそれました。星7最後に聞きましょう。はい、いやまあそうなんですよね。何の話したっけね。まあいい感じに図鑑も埋まってもろて、うわキャロットも欲しいな。キャロットとかもさ、これ本編のキャラで出んのかな。そのうち敵の HP40% 分のダメージ全泥強、まあスキル使用負荷からの変身前に戻るっていうね、まあなかなか特殊なキャラですけど、これ本編のキャラでいつか出んのかな。コラボキャラ禁止ってこういうなんか強コラボ強コラボなんなんマジで。えぶっちゃけメインアカウント片栗のために多分魔法石余裕で1500個、カウントしてた段階で1500個は使ったんですよ。そっから先も引いてるんですけど、そっから先はもうあの数えるのが怖くて数えてないっていう、なんなの。武器も作れるじゃん。え？コラボキャラ禁止やめようかな。マジか。うーわなんか引かなきゃよかったわ。ダメージがでかいわ。どうしようメインアカウント。もうその話になっちゃうけど、星7確定は、あーしかもカイドウか、いいとこ出るな。いやだからカイドウみたいなキャラが本編で実装される未来が別に見えないんだよねこのキャラ。だって変身時に15ターン10倍っていう単体エンハンスがありながらの、この3ターンに1回上限値80億にしながら6回じゃ6食人ですよ。おかしいでしょ、来ないよね。いやわかんない、まあもう9月ってところで年末年始にやっぱり新フェス限定来るじゃないですか、風潮的に。で行くとまあこういうのが来てもおかしくはないのかな。でもここまでぶっちゃけインフレ進むとパズドラでもお話にもなりませんっていう
キャラだらけになると思うんだけどな。まあそれは一旦置いといて、はい、無料ガチャ全部引きました。これをだから全部売却、まあコラボキャラ禁止なんでね、全部売却したとし、カタクリマジでさ、あ、ドロイドラゴンもコラボキャラなんですよね。はい、え、あ、モンポ1なんだ。まあ325,101ということで、まあ芝ドラ一体分、これはありがたく売却させていただくんですけど、はい、特に課金もなく、しかも、なんというか、ダンジョンクリアしただけでゲットできるガチャたちを集め、325,101モンポ手に入れることができました。まあコラボキャラ禁止なんでね、はい、まあ不快な方は不快でしょうけども、そういう縛りのもとやってるアカウントなので、ご容赦ください。はい。カタクリどうしよう、マジで。あ、それは、すいません。このアカウントと関係ない話なんですけど、はい、モンポ。先日ね、シバドラ3体買ったばっかなんですけど、また195万ということで溜まってきました。まあ、他の、なんだろうな、オデドラとかラードラとかは複数いてもいいのかな、武器込みで。まあ、その辺は欲しくなったら作ろうかなって思ってますけども。はい。こんな感じで。とりあえずね、ワンピースコラボ開催中は、このアカウント結構虚無だったんですけども、まあ、魔法石も結局240個溜まって、モンポも30万いただきましたよと。で、まあ、この後で行くとね、ミニキャラとか、あと、フェスゲンヒロインだっけ発表されてるので行くと、秋に実装されるみたいな、で、新キャラもいますみたいな感じだったんですけど、まあ、そこに魔法石がっつり使えるかなと思っております。このミニキャラのガチャに関してなんですけど、まあ、それこそ来週月曜から、火曜から始まるわけで、ただ、まあ、このガチャに関してはね、なんだろうな、それこそ、まあ、低レアのキャラにかなり、その、みんな注目してると思うんですよ。まあ、今回のね、新しく実装される、まあ、星3、星2が全部、ニューってついてると思うんですけど、ニュー、あ、4体ですね。はい。今、1回多かったよね。それは置いといて、まあ、正直ここだと思うんですよ。だから、それこそカイドウのレアリティ、まあ、カイドウだけじゃないですけど、そのレアリティ制限の中での色埋めで、かつちょっといい働きもできますよみたいなキャラが手に入ったりもするわけなんですよね。このミニカーバンクルーズとかさ、だってスキブ2やって LGR ということは、つまりこれスキブプラスプラスプラス、ん？スキブプラスプラス覚醒でスキブ3つけられるからスキブ5になれるんですよね。かつ5属性プラス回復ドロップ3個ずつ生成とかさ、まあ操作時間激減っていうのはあるけど、とかなかなか面白かったりするんですよね。そうそうそう。で、まあ、このガチャをだからがっつり引くかどうかなんですけど、別にそのまだ本編で低レアキャラで縛らなきゃいけない、でも強力みたいなキャラぶっちゃけそんないないじゃないですか。だからまだそんな引かなくていいかなって思ってますよ。で、これも本編というか、別にまあコラボガチャでもなんでもないじゃないですか、おそらく。で、行くとまあ復刻もぼちぼち来るのかなっていうことで、まあ、今回はフェスゲンヒロインに備えていいんじゃないかなってこのアカウントは考えています。特にこれが欲しいっていうキャラはぶっちゃけいません。なのでまあ無料分と、まあその日の気分で軽く回して、うん、完全にフェスゲンヒロインを視野に入れてでいいのかなって思ったりしてます。え、これコラボキャラじゃないよね。え、待って、今手元で確認したんですけど、コラボソートミニで検索すると、コラボキャラになってます。はい、本当にありがとうございました。今の話全部なしで、このガチャは、コラボガチャなので、このアカウントは引き続き禁止ということで、フェスゲンヒロインまでこの現在所持している240個も全て貯めます。そして、無料配布分でもらえるガチャに関しては売却させていただきます。ちょっと今やること少ないですね、このアカウントね。はい、フェスゲンヒロインの時に何かね、面白い感じになってくれると、なんかすげえ強キャラとかね、フェスゲンヒロインの新しい進化とかね、期待しております。はい、お疲れ様でした。しげしげチャンネル。